お疲れちゃんです。ラットです。タッキーで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はねこのババコヤ新兵隊デッキをね紹介していきたいなと思います。でこのデッキなんですけど、先日ね、はい、昨日ねクラロワ最強決定戦というものがねありまして、ドズさんがね、まあ、運営しているやつなんですけど、それね予選でね僕、まあ、結果を言ってしまうと敗北しちゃったんですけど、その時にね使ったデッキというわけでこれをね紹介していくんですけど、まあ昨日の履歴が全部残ってるので軽くね紹介したいなと思いますね。知らない方のためにもね、まあネタバレになっちゃうかもしれないんですけど、焼き鳥にね、なんかもうグループ内結構ねこう身内ばっかりだったんですけど、焼き鳥に BO3 負けで、アイスエントランスさんに勝ち、ケンツに負けて、ライキさんに負けて、はじめさんに今勝ったと、まあ、言ったところですね。はい。で、2勝3敗だったのかな？でももうなんか焼き鳥がグループ内で5勝全勝とかだったので、さすがにやばいなと、なんかすごいなと思いましたね。いやーなんか思い出す旅ちょっとね、悔しいですけど、なんかね、いつもと違った、こう、まあなんか、ワクワクと言いますか、なんかいつもはね、こうまあ、リーグとかだと、まあ、こうチームメイトは、まあ、味方なので今回はねそのもう言ったら全てを知ってるチームメイトとの対戦で、だからこそあのデッキ使うけど俺に出してくるかなみたいな、いやー出してきそうだけどみたいな感じの、まあ、駆け引きだったりだとか、よいしょ、相手の気もすごい、なんかねそういうものがありつつ、なんかこうすごい楽しかったです。なんかいつもと違った感じ、しかも個人戦だったので、まあ負けても勝っても全部自分みたいなところがあり、結構気楽にね、まあ、できて、こうなんか久々にこう行った大会があってね、すごい僕としてはねなんか良かった最近語彙力ないんですけど、マジでなんか本当にね楽しかったんで、まあ、本当にこういった大会がねまたどんどんね増えればいいなと思うんですけど、なんかこういう大会ね運営するのはね多分めちゃくちゃ大変ですね。本当にアホみたいな大変なねことをね、まあドズさんとかがねしてくださってるんでね、すごいね感謝ですねと言ったところですかね。なんか他にもなんか変なデッキ使ったんですよね。なんか焼き鳥にかな、焼き鳥に昨日なんだっけ、1戦目にジャイプラスのラバみたいな、僕結構ジャイラバ好きなんですけど、多分ね本当に 2,3 年ぐらい前からあの1年に1回ぐらいのペースで紹介してる、いやもうちょっとあるな、いや1年に2回ぐらいのペースでジャイラバっていう謎デッキを紹介してるんですけど、今回久々にねそれをね使いましたね。まあこれももちろん勝てると思ってね使ってまして、しかも焼き鳥のクロスをねなんかこう合ってる時に焼き鳥がめっちゃクロス練習してたんですよ。で、うわ、クロス、いや、ラッテニウム刺さるけんな、みたいな感じを言って、いや、でもなー、とか言って、こう、もうね、普段のプライベートの時から、こう、言ったら、なんて言うんですか、こう、なんて言うんですか、言葉が出てこないよ。あるじゃないですか、こうね、普段のプライベートの時から、まあ、こう、探り探りね、そういうのが始まってたんですけど、心理戦っていうのかな。まあそういうのが始まってたんですけど、それでね、まあ若干クロスを警戒しつつの、まあ他もいろいろ警戒しつつで、ジャイラバ行ったら、全然違った。全然違ったよ。っていうのがね、来てね。やられちゃいましたが、まあなんかそういうのね、デッキもね、また後日紹介できたらいいかなとは思ってますね。相手、あ、これ5で終わるわ。よし、ごめんなさい。決して遅延降りではございません。よし。まずは一緒ね。このデッキはね、基本的になんか大型に強いですね。で、対空が少ないっちゃ少ないんですけど、ロケ砲と、アーチャーと、なんだ、ぐらいしかないんですけど、ギャング。ギャングが対空なのかっていう疑惑のね、部分もあるんですけど、ですけど、ラバルぐらいだと、ちょっとね、怖いというか、まあ、きついかもしれないんですけど、言うて、こう、ラバ掘りでもラバルでも可能性があって、まあ、なぜかって言いますと、こう物量が多いんですよ、こいつ。このデッキね、もう量が多いので、ラバルで組まれるじゃないですか、形。そしたらラバルこれ僕抑えらんないんですよ。当たり前に。なんですけど、僕がこう、親衛隊、ギャングとか、すると、
相手も抑えられないんですよ。この数をね、数を抑えられないっていうので、お互いに、まあ、止められなくて、こっちはなんか逆にこう、2個ね、攻めれてみたいな、1回目で。なんかそういった部分で、全然こう、空にもね、勝てる可能性があるっていうのが、てかまあ、なんなら強いんじゃないかっていう、当たってみてもらえればいいんですけど、まあ、そんな感じでね、よいしょ。基本的に大型にはね、強いですね。で、スケドラは最近入ってますけど、あれ、ファイブでね、ボコせるんで、1回ファイブでボコして、よいしょ。さあ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 。という感じで、またなんだろうね。なんか、結構強いですね、この出来。あー、枯渇だ。枯渇ちゃんがきついかな。てか、枯渇というか、タルなので、相手の、あれが処理できないんですよ。プリンセスとフキアとか、奥底に残る系がきついですね。あとは、ボムタワープラスのアイスイズの守りが硬い系とか、なんかそういった感じで、まあ、防衛硬い系、ユニット残る系がすごいきついですね、僕としては、この出来は。よいしょ。アーチちょっと高いですね。まあそんな感じで、まあ今回予選敗退ね、最強決定戦しちゃったんですけど、まあ、って感じですね。本当に、マジで。いやーみんな強えなーと思いつつ、ね、なんかこう、思われたいですね、マジで。あいつは、マジで強えみたいなのを、ちょっとね、最近、まあ、いろんな強いプレイヤーが出てきてて、なんか僕、もう、黄金世代がね、3年ぐらい前にあったんですけど、本当にその時ぐらいのね、ちょっとね、強さが欲しいですねってすごい思ってて、なんですけど、なかなかね、なかなかね、難しいところですよね。っていうなんか、急な真面目なね、話をしていくんですが、さあ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 、これは多分勝ちましたね、この試合は。相手が、なんだ、ゴレです。なんで、突破できないんですよ、これ相手からしたら。多分、ゴレ使ってる方とかだって分かると思うんですけど、こんなデッキ突破できないじゃないですか。僕も逆にこれ突破される可能性がないと思ってるんで、すごいね、新鋭剤とかこう適当に割いちゃって、ちょっと危ない香りもね。してるんですけど、新体じゃない、ロケ砲か。まあ、ロケ砲が大事ですね。さっさっさ。で、ワンチャンやばい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 のは、緊急ね、コジョババで回避して、オッケーオッケーオッケー。いや、防衛硬いですね。勝った勝った勝った。これはね、神相性、神相性。ここで、一回ね、新体行きたいんですけど、丁寧にね、行きます。負け筋をね、減らしていきたいなと、まあ、思いますという感じですね。さあ、これ来る。アーチャーセパでいっか。アーチャーセパの、あれファイブで一旦飛ばして、からの、ギャングで一旦集めて、ミニペックがあるんで、ミニペいなくなったら、コジョバを飛ばしたいんですけど、まあまあまあ。ロケ砲最強。で、ゴレが壊れたら死にたい。あー、待って、このアーチャー延命したかったが、まあいいっすね。これで、はい、勝ちましたね。これ、絶対勝ちましたね。うわ、これむず、これ2体に当たるな。神ファイブしていく。からの、多分ね、タルババが来ます。タルババが来い。タルババが来い。タルババ来たらギャングっていうか、はい、これ。これね、マジで覚えておいてほしい、皆さん。タルババを咲かせてギャング追加ですね。もうそれ最強なんで、本当に。それさえ覚えておけば、このデッキ使えますね。相手がタルババ咲いたらギャング追加。あー、ギャング追加、ギャング追加、ギャング追加。これこれこれ。なんか、新鋭隊とか、ロケ砲とか、まあ、工場にも、ウッドとかタルババを使うんですよ。アーチャーとか。そしたら、まあ、ギャング追加ですね。だからもう、それが大事ですね。もう、それまでギャング咲かないみたいなところがあって、もう本当にね、それがね、僕大好きですね。それしかしない。ギャングの強みはそれなんですよね。防衛でも活躍するし、相手がザップとかウッドタルとか咲いたら、下の瞬間ね、追加するだけで結構タワーおるぐらいの火力も持ってると。いう部分で、ギャング超優秀ですね。なんで、このデッキね、ギャングの使い方が上手になりますね。よろしく。さあ、スケルトン部隊、メガナイト。さあ、これもね、こう、新鋭隊とかババコやって、メガナイトね、ちょっと弱いイメージがね、あるというか、まあ、ちょっと弱めかもしれないんですけど、全然なんですよね、意外と。意外とね、まあ、ババコやハート新鋭2枚あるんで、逆に相手のメガナイトもほぼ角で通らないみたいなところありますね。さあ、ここエレキ処理して、新鋭隊端前出して、あ、ザップ使った。あはー、ザップ使ったから、まあいいや、これいっちゃいます。相手メガナイト今ないので、
行っちゃうと、さてはあーで回るが多分コスト的にはきつい。あれなんかめっちゃ苦戦してない？スケルトン部隊アイインフェキングギドか。これ届くのかな、届くよな。うえ、さあしっかりね守っていきたいと思います。なんかタレの枠なんでウッドとかにしたい気持ちもあるんですよね。相手のプリンとか吹き矢系が厄介なので、まあ、なんですけど樽がやっぱこう、まあ、陸系と優秀、陸系としても優秀ですし、まあ、安牌っていうね、まあ、ところでね樽でやってますね。さあちょっとねここにこれちょっとねうざいですねこの攻め。さあそしてザップ咲いたからとりあえずギャング出してメガナイトをね回収したいですね、親衛隊とかで。さあ来た、とりあえず出すカードないので親衛隊からの、もうこれね硬い作っちゃえばマジで止まんないんですよね。作ってどっちかに小ジョブをつけたいですね。あロケホ OP 来た、あー5取れる、まあいいやこれいきます。で多分ザップだったんで、でエレキとザップ、あースケルトン舞台もうあれなんですよ、今ザップされたんでギャング追加で勝ちなんですよ。でエレキが多分この辺に来る、エレキ来ます、ズシャーン、よしこれもうねこれがね気持ちいいですね。本当にこれができるのが、まあ、ギャングですね。ギャング。これをしたいがためのギャング。よいしょ。さあ、一回ババコヤ置いて、これで相手のメガナイトは通りません。なので、これも全部ね、勝ちですね。これ、死んで流して。で、まあ、なんならもうタワー5倒れるので、これ守っちゃえばいいので、もう守りに関してはね、このデッキ、優秀すぎますので、パラメーターっていうのかな。もう。え、待って。守りにだけね、こう、フルでね、振っちゃったって感じですね。さささささ、うーん、危ねえ、危ねえ。一発入るが、逆に俺のね、ターンみたいなとこありますね。はい、からの、まあ、エレキ来ますが、遅延煽りって言われないようにね、しっかり逆サイド落としていってね、グッドゲームと感じですね。いや、これね、結構いいと思うんですよね。多分、トロ、5000とかウィザードとか多かったらちょっと泣いちゃうかもしれない。ウィザードネクロ系がめっちゃ多かったら、マジでね、やめた方がいいかもしれないですけど、ウッドとかの方がね、いいかもしれない。ポイズンとかね。なんですけど、元のね、天ぷらはこれなんでね、ぜひね、勝手にいじってね、まあ、使ってみてくださいと言ったところで今日ありますね。もうすぐチャンネル登録12万人なのでね、ぜひチャンネル登録まだしてない方はよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。お疲れちゃんでした。